赤シノニム、ライニアオーバリフォリアバリエーション、エリプティカ。高さは5から9メートル。直立する幹は薄い灰色の樹皮に覆われ、樹皮は縦に細長く薄く剥がれる。新しい枝は赤みを帯びる。葉のつくしは往々にして水平に伸び、五星の葉は左右に広がる傾向がある。葉は黄緑色で、薄いがやや硬く、乱形か超乱形。 先端が少し突き出し、円は滑らか。下記は5から6月で、前年の枝だから、横絵として、相乗果女を出す。果女の軸はほぼ水平に伸び、等間隔で下向きに白い壺型の花を咲かせる。和名の由来は、幹がねじれることから。太い木では、樹皮が白っぽい褐色で、縦に細長く剥がれるので、それを見ればねじれているのがわかる。 材そのものもねじれているため、かつて燃料を焚き木に頼った頃には、斧の葉がまっすぐに入らず、割りにくい木として有名であったらしい。本州、四国、九州の低山から山地にまで自生する。比較的日向に生じ、森林にギャップができたところなどに多い。西日本の山性の強い地域では数多く見られる。場合がある。庭園樹として栽培されることがある。 禁煙種であるアセビなどと同様有毒植物であり、テルペノイドのグラヤノトキシン I3 などを含む。かつて、島根県の三亀地方では、無水病といわれる牛や馬の原因不明の疾病が流行ったが、これは、ネジキを食べたことによる中毒であることが後に判明した。ありがとうございます。